コキです。あなたは信じる。そうだ、あのチャンネル違う。チャンネル違いました。何言うてんの。結構衝撃を受けたと思うんですけど、はい、皆さん今週の衝撃シーン言うたらやっぱりシツーシーがミスバッキンのクローンやったことじゃないでしょうか。この前あなた撮影の時に一番衝撃を受けたシーン、デイガルシアの名前聞きたかった。あ、まあね、あれは衝撃を受けたんやけど、コロコロ変わるやん。でもね、これ統計で出てるんよ。最近のワンピースの中で一番衝撃を受けたのは、うん、これシツーシーがミスバッキンであることはもう明らかなんですよね。というのも YouTube っていうのは直近の動画10位のランキングが出るんですよ。今週のジャンプ2位やったんですね。1位は先週のジャンプやったんですよ。つまり最近のワンピースの中でやはりバッキンがみんなね注目をしとるわけなんですよ。というわけで今日はですね、80巻のドレスローダ編に突然ね登場したこの謎の女、このミスバッキン、自称白ひげの愛人なわけなんですけどもとですね、この86巻のホールケーキアイランド編に結婚式に参列していた貫禄界の女王である CP0 が、まあ、シツーシーがねまさかのクローンでつながっているよということでびっくりしたわけじゃないですか。ってことはここで僕は一つ思ってしまったんですよね、はい、ワンピースの世界にはクローンがまだおる。というわけで今日はこの説持ってきました。政府の実験で4個のクローンすでに全員作られている説。はい、というわけでですね、皆さんなんと4個の4個のクローン、うん、全員作られてます。あ、そうなの。はい、え、そんなわけあるやん、そんなわけないやん、そんなわけないやんと思う人もおると思うけど、はい、出てるよね、一人、エドワード・ウィーブル。あれ、絶対に白ひげのクローンやん。だって血縁関係証明するのにベガパンクが必要ですか。いや、必要ないということを考えれば間違いなく白ひげのクローンなわけなんですよ、うんうんうん、でもこれはね、みんな分かってると。じゃあ、うん、他にも4個のクローンが存在してもおかしくないんちゃうんかって思うわけなんですよ。そらそう。このクローン人間って実はワンピースでシツーシーがいきなり出てきたんかって言ったらそうじゃないんよね、うん、結構この新世界とかこのワンピースの世界ではクローンってのが当たり前になりつつあるんですよ。もうジェルマなんかもう作っとるからな。そうそうそう、そういう話をね今からしますから。まず最初に出てきたクローン、それはクマさんのクローン、パシフィスタです。あれでクローンなの。クローンやろ、こんないっぱい同じ顔が並んでクローンっていう風に言われてるのこれ。いやいや、だいたいクローンよ。だいたいクローンってどういうことですか。シャボンディ諸島でね、あのクマと戦ったのと全く同じ一種的印象。人造人間やから生物なのかなっていうのをはてな、機械だと俺持ってんすよこいつらは。いやいや、これ人造人間やから上にクローンって文字打たれるから。え、そうなの。そういうことにしときたい今日は。で、シャボンディ諸島以降も東洋戦争で一列になれ大量投入されてね、うわすげーってなったんよ、うん、で、その後に出てきたのがさっき小エッキーさんも言ってね、ジェルマのクローン兵よ。これは完全クローン、これもクローン言うてますから。で、サンジの父であるジャッジがこのベガパンクと昔同じチームにおったと。ということからこの血統因子といういわば生命の設計図の応用でクローンを作り出せるよっていうことを、まあ、ヨンジがペラペラ喋ってくれたんよね。で、この次に登場したんが、まあ、僕らが今見ているセラフィムなわけなんですよ。フォーカス支部会のハンコクミホークジンベエクマを模した容姿にルナーリア族の特徴、白髪褐色の肌、黒い羽、背中に燃える炎、硬い皮膚というものを搭載しているわけなんですよ、まあ、つまりセラフィムもクローンであることはまず間違いないだろうと。で、ここまで話したパシフィスタ、ジェルマンのクローン兵セラフィム、ここに皆さん共通していることがあるのがご存知でしょうか。何。無口、寡黙、あんまり喋らへん。なるほど。あんまり喋んないじゃないですか、うん、でここまでのストーリーっていうのはやっぱあくまでもクローンはやっぱ人間であると、綾波レイみたいな感じなんよね。あんま余計なこと言わへんみたいな、うんうん、で今回クローンだと明らかになったシツーシーはどうかと、ペラ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 喋っとるんよね。感情がちゃんとある感じです。いや、そうなんですよ。だから結構普通に人間っぽいわけじゃないですか、うんうん、まあ、てか人間っぽいからシツーシーはクローンじゃないだろうってことを言われとったわけなんですよ。ところが小田先生はそれをねバチコリ裏切ってきたわけなんですよね、うん、ところがですね、実はワンピースエッグヘッド編に入って、うん、ペラ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 喋るクローンのようなやつら出てきてるわけなんですよ、うん、ベガパンク、サテライト、ベガパンクやから特別な存在なんじゃねーということで僕らはなんとなく目をねそらされてましたけども、ここでね思ってもたんよ、うん、シツーシーがあんなペラペラ喋るんやったら、うん、それはサテライトもあんなペラペラ喋って独立した意思持ってても何もおかしくないよねと。で、シツーシーっていうのは世界政府に潜伏したのは20年以上前じゃないですか、うん、ということはこの20年の間に、うん、昔はクローンとか作ってもペラ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 喋る普通の人間みたいな形式やったんですよ、はい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 、ところがこの20年の間に感情薄い方が言うこと聞くからこっちの方がいいんじゃないのかっていう研究が主流になったんじゃないのかなっていう可能性があるなって思ったんですよ、うん、ベガパンクがこのクローンの第一人者やと思うねんけども、うん、ベガパンクが望んでるものが何かって言ったら僕平和やと思ってるんですよね。平和だろうね、そう、最近扉絵でも、まあ、こちらね平和研究所マッツやから、うん、俺らが聞いていたマッツとなんか様子が違うものが出てきたじゃないですか。マッドサイエンティストの集まりだからマッツみたいなね固定感にあったよね。そう、ルッフェルドが運営する慈善事業で平和研究所という
話なわけなんですよ、うん、まあね、ヤミ金の人間が運営しとって何が平和事業やねみたいなところは正直あるんですけど、なんかマンダ金融みたいな正義の悪みたいな、まあマンダ金融も大概悪いけどねそれで言うと、うん、そうね、うん、牛島くんも悪いからね、みんなね、そうね、はい、このベガパンクは今週の扉絵でも書かれた通り、イベル平和賞っていう、まあこっちの世界でいうところノーベル平和賞みたいな平和賞を受賞してるわけなんですよ。ベガパンクは科学を戦争など悪に利用するなんか平和のために使う研究をしてると、うん、だからまあクローバーとか、うん、あの辺の学者とかね、あとはドラゴンとかの仲いいのはこの辺が原因やと思います。他にも先週1071話の冒頭で人造人間の実験成功を平和への大きな一歩って言ってるんですよね。夢であるこの世界中無償でエネルギーが行き渡る世界を研究する理由として挙げてるのが、戦争の大きな火種を一つ世界から消せるってことを言ってるんですよ、うんうん、ほんまにこいつ悪人なんかなと思ったら誰もそう思わんわけじゃないですか。もうここ近年で開発されたこのクマのクローンであるパシフィスタ、パシフィスタって皆さんどういう意味あるかって覚えてます？平和主義者だ。そう、ここにも平和っていうのが入ってるんですよね。なんとなくスマイルがね、これ笑顔になるミヤからということでね、めちゃくちゃされたミヤだったわけなんですけど、強制的に笑顔以外の感情が失うという皮肉のイメージがあるから、このパシフィスタも皮肉なんじゃないのかと思っとったかもしれんけど、なるほど、ベガパンク自身は別に海軍のためというか、やっぱ怯える市民のために作ってるから、別に平和主義者という名前をつけてもね、何も皮肉じゃないんですよね。でさらに、ストゥーシーのようなこの人格を持ったクローンなわけなんですけども、平和ではない方向にこの導くと不都合がやっぱ出る部分があるんじゃないのかなと、スツーシーとかって作ったベガパンク本人ですら俺のために動いてくれんのかなって思ってたところあるじゃないですか、やったら仲間になってくれたって言うとったわけやから、だからやっぱ人格があるよりかは人格が薄い方が裏切る可能性が低いと、つまり審判の日が起きないってことなんですよね。審判の日、審判の日ご存知でない？ターミネーター、ターミネーターの世界でロボットたちが反逆を起こした日のことを審判の日というわけなんですけども、簡単に言うとね、細かく言うと間違ってるんやけどそう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 、正しい情報ください。あ、まあでも、そういうロボットの反逆とかが起きひん方がやっぱええやん。クローも反逆専用にこのだんだん感情の薄いものが主流になってきたんじゃないのかと。なんでこじゃやっぱその完全にコントロールするのが難しいかっていうと、例えばリリスが言っていた生物の欲は制御できないっていうところが結局コントロールしてくるんじゃないのかなと、実際あのサメとかああいう、まあ、人間よりも知能が低い動物ですらコントロールさせることが難しいんやから、人をコントロールするっていうのはやっぱ結構大変なんですよね。なるほどね。クローンの失敗作という話なんですけども、スツーシーはですね、今回の CP0 の騒動を見て分かるように命令にめちゃくちゃ従順なんですよね。20年以上もね、なんか組織入ってて、もしかしたら向こうに寝返っちゃってると思うよね、一瞬ね。じゃあこれ僕思ったんやけど、欲があるゆえに失敗したクローンっていうのが他にもおったんじゃないのかなと。へ、だってスツーシーは成功例やん、よくあっても、欲がある例で失敗した例、それこそがボニーなんじゃないのかと。あ、これボニーがクローンなんじゃなくてスツーシーがクローンなんやと思ったけど、別にボニーがクローンであることを否定したわけじゃないよね。まあ確かにね、ベガパンクはボニーに対してまるで父親かのような親心を持って接してることも分かったじゃないですか。まさにボニーはベガパンクがクローンとして産み、ベガパンクが産みの親としてのこの気持ちをある種持ってしまってるんじゃないのかなと、じゃあこれ誰のクローンかっていう話なんですけども、今言われてるのは、まあ、そもそもこれボニーってクマの娘でしょと、だからクローンじゃないでしょっていうことがやっぱ言われてるわけなんですけど、実際ボニーはクマが改造されたことに対してめちゃくちゃ怒ってるわけじゃないですか、はいはい、ただですね、ボニーってもう一個すごい目立った特徴を持ってるんです。何？大ぐらい。ああ、通りないもんな。だから食欲がおかしいんすよね、ルフィクラスでも。あのワンピースの世界って別に食欲を押せない人だってそんなに多くないんですよ。だって大食いって相当だよ。マキノさんとかそんな食ってる病じゃないじゃないですか。なんでマキノさんが選ばれたの？いや、もう同じぐらいの妙齢の女性やから。どっちか振る舞う側やから、例えとして不適切でしょ。そうですか、でもしですね、このボニーが人造人間やと仮定するなら、特徴を受け継いでる可能性が高いと。バッキンのクローンであるスツーシーの食事シーン見ても、食べるどころか紅茶を飲んでるようにしか見えないっていうことから、お上品よ。別にたくさんクローンであるからって食う必要はないってことわかるし、このボニーが大ぐらいっていうのは複製された元の人物の特性をやっぱやってしまってるんじゃないの、はあはあ、なぜなら食欲という欲を制御できないから。じゃあボニーのクローンは一体誰なのか、スツーシーは髪の色が金色っていうところがね一緒やったじゃないですか、ボニー髪の色ピンクですよね。カネチ、カネチに子供おったら大変よ、今びっくりしちゃう世間も。そうじゃなく、ビッグマムなんですよ。ピンク色の髪で大ぐらいというのはビッグマムしかいないんです。
ですよね。つまりシャーロット・リンリンのクローンがボニーなんじゃないのか。おお、面白い。この唇のね、この塗り方とか。確かになんか昔のリンリンもめちゃくちゃ美女やったから、その時の母の面影をちょっと感じる部分あるわ、あれ思い出すと。さらにこのボニーっていうのは、もしビッグバンのクローンやとするならば、政府がボニーを捕まえた理由っていうのも結構説明がつくんすよね。坂崎とかルッチはこの政府関係者ボニーを何度脱走してるところも僕らも知ってるじゃないですか、ボニーは世界政府が組織で秘密裏に作られた存在、存在自体があかんのちゃうんかと、世に出たら。もし自分のクローンを勝手に作られてるとビッグママが誘ったら、ビッグママは介護に対してめちゃくちゃ嫌いの可能性あるじゃないですか、はいはい、だからなんかいつか捕まえた時とか接触した時にビッグママの血統遺伝子を取れましたと、取れたんやけどビッグママの許可なくもちろん勝手に作ってるから、ビッグママって家族とかめちゃくちゃ大事にする系の人間じゃないですか、うんうん、なんで勝手にクローンなんて作ったって分かったら海軍と全面戦争になってまうかもしらんと。だからあの赤犬ですらヒヤッとしたって言ったと思うんですよ、うん、このビッグマム今いなくなったじゃないですか、うん、だからもうボニーが用済みって言われるようになったんじゃないのかと。なるほど。じゃあビッグマムのクローンでお父さんがクマ、どういうことだ。いやまあ岐阜養子。あ、そうなの。クマ養子。本当の血繋がってない。血繋がってない、やっぱ特殊な種族じゃないから、ボニーは。で、他の4校のクローン誰がおんねんっていう話なんやけども、ベガパンクはですね、このオーカス渋谷をモデルにしたセラフィンも作っとるわけなんで、うんうんうん、4校のクローンみたいなのも作っててもおかしくないわけなんですよ。おかしくないね。だって渋谷だけやったらやっぱ世界の均衡を保てるか怪しかったじゃないですか、はい、1人かけるだけで五郎さん慌てとったんやから、うん、セラフィンも7体おるかと言って、でも7体も出てきてないから、うん、他のセラフィンが渋谷とは限らんし、渋谷以外でもセラフィンはおっていいんすよ。例えばじゃあバッキンはこれマッツの一員でありロックス海賊団のクルーであることが明らかになったわけなんやけども、はい、現にバッキンの元にはこの白ひげのクローンと思われるエドワード・ウィーブルがおるわけじゃないですか、うんうんね、バッキンはじゃあどうやって血統恩師手に入れたかって言ったら、そもそもロックス海賊団なんやから、うん、白ひげとチーチョダイヤ、チーチョダイヤ、チーチョダイヤみたいなとかで、まあ、血統にして寝れたかもしれんや、うん、そもそも何、シトゥーシーの本体はあの吸血鬼みたいな能力じゃないの。わからん、そうかもしれん。それで血抜くのはなんかね、大変そうやけど、まあ、違うかな。ちょっとエロいね。え、それはエロい。なんで、なんか突然ね、あったらエロいなと思うわ。そういうプレイお好きなの。いや、ロックス海賊団ってもう一人おるやん。あの極端にあの俺がボケてた時って会話は広めないよね。広げ方が分かんない。さっきの彼氏のやつとか俺どうしようと思ったもん。難しい難しいと思った、そのパス。処理しきれない。処理しきれない。はい、というわけなんですけど、ビッグバンもですね、うん、ロックス海賊団おったわけやから、うん、だから、バッキン経由で血統因子もらっとってもおかしくないから、ビッグバンの血統因子を使って、ボニーを作るということも可能やと思うんですよね。で、さらに、ビッグバンだけど、カイドウも結構同じ条件なんですよ。カイドウは、ロックス海賊団もちろんおったし、さらに海軍にも何度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 も捕まってて、うん、アルベル・キングと一緒に研究所に捕まった描写もあるから、はい、血統因子取れてない方が不思議やし、なんなら、うん、ウオウオの実の人造悪魔の実があるんやから、うん、血統因子は絶対存在してるんよ。血統因子どうやって抽出するんだろうね。なんか血抜いたらいけるの？わからん。髪の毛とかでもいいかもしれない。何がその条件なのかにもよるよね。でも髪の毛が良かったら福六十難しいな。福六十だけ。あいつのクローン作ろうと誰も思わへんねんけどね。なんでよ。え、なんで？福六クローン。というわけでですね、まあ、カイドウのクローンを言うたら、まあ、実はヤマトなんじゃないのかとか、めちゃくちゃおもろいやん、まあ、そういうことをね、まあ、思う人も多いと思うんですけど、母親がね結局分かってへんから、ヤマト自身は僕が一人称やっていうことなんやから、もしかしたらありえるかもねと思うけど、じゃあカイドウのクローンもしかしたらヤマト、ビッグマムのクローンボニー、うん、白ひげのクローンがウィーブル、ウィーブル、これすごいな。うん、実際ヤマトはビブルカードで言うとやっぱ出身地不明やからクローンかもしれないと。で、僕は昨日言ったロックスのクローン黒ひげとかだったら、そうすごいことじゃん。で、そうだから4号のクローンはもうすでにあるよ。全部あるってことだな。じゃあこれね、カイドウのクローンって白ひげのクローンがウィーブルにやったらなんで男で作らんかって、そういういろんな疑問もあると思うんやけども、うん、これ実はですね理由があって、理由を言ってるのがサテライトのあのリリスなんですよね、うん、どういうことかというと、やっぱリリスは欲を制御するということを言うとったわけじゃないですか、うんうんうん、その手段の一つとして性別を変えてみるみたいなんで、うん、悪というカイドウの悪い部分、そういう欲を制御しようとしたんじゃないのかなっていう説が考えられるんですよね。ウィーブルの時に性別一緒にする必要は別になかったなみたいな、うんうん、だからヤマトをクローンにするなら、うん、これは性別変えてみたらいいんちゃうかなっていうことで、うんうん、まあ、やってみたんじゃないのかなと。
カイドウの息子娘とは思えないぐらいヤマトっていい子じゃないですか。いい、明らかにそのいい部分だけを抽出させるために女性にしたんじゃないのかなっていうのも、うん、もちろん考えられるんですよね、うん、黒ひげロックスのクローンっていうこと昨日言ってくれましたから、うん、じゃあ黒ひげはもう省略しましょう、うん、カイドウヤマト、うん、でシャ、あのビッグマムボニーで今シャって言っちゃったけど、でウイブル白ひげ、うん、じゃあいよいよ残るはシャンクス、うん、早くシャンクスが言いたかったんですよね、うん、このシャンクスのクローンなんですけども、うんうん、その前に皆さんこちらのシーンを覚えてますか。ある海賊について話がこいつ、うん、クローンです。ついに来た新説、シャンクスのクローンです。この2枚の画像をよーく見てください、うん、ゴールディロジャーの船の畳の見習いだった小僧がよーと、うん、このシャンクス、うん、全く同じアングルからの描写にもかかわらず、うん、左目の傷が書かれていた。書き忘れっていう説もある。書かれてなかったり、いや単行本で直すから最近こういうのはちゃんと。で実際、うん、フィッシャーズさんの動画で、うん、小田先生質問されましたと、うん、シャンクスは2人いるんですかと、うん、P4 とともにご想像をお任せしますというテロップが出たんですよ、うん、シャンクス、うん、もう1人はクローンですとある時言ってたんですよ、うん、小田先生どうですかこの説、シャンクローン。シャンクローンどう？シャンクローン結局じゃあバルトラメオが燃やしてたの旗ってのは偽のシャンクス？じゃあクローンを撲滅させたいってことです？あ、いやいや、ちょっとあれは、うん、バルトラメオがたまたま事故って壊しただけ。あ、意味ない。あれは普通にただただ燃やしてしまっただけ、うん、あ、そう、うん、というわけで別に悪のシャンクスとか悪いシャンクスとかそういうのじゃないんよ。でもリリースも悪って書きますからね。結局悪の部分のシャンクスみたいなのがおったってことですね。だから、うん、シャンクリリス、シャンクリリス、シャンクローンの名前はシャンクリリス。なんかクソみたいな説になってしまったね。結構自信あってんけどな、うん、ちょっと様子がね途中おかしくなっちゃった。シャンクリリスが言ったあたりか。いやもっと前から様子はなんだろうね。今日なんかね変な感じになっちゃってんの。フィガーランドクローン、いいのよもう。というわけで本日の説は皆さんいかがだったでしょうか、うん、まあ、好評やったらね、うん、シャンクローンをやろうと思います。それでは。神様が時間をいじくってまた